皆さんこんにちは、高尾和樹です。今日は久しぶりに高尾塾の動画撮っていきたいと思います。イエイ。今日皆さんにマスターしていただく曲はハウルの動く城から人生のメリーゴーランド、この曲をね弾いていただきたいと思います。この解説動画ちょっとねテンポ早くて何言ってるかちょっとついていけませんって方もねおられると思うんですけれども、動画なのでぜひ一時停止をクリックしながらマスターしていただけると嬉しいです。ではでは早速解説の方移っていきたいと思います。まず3フレットにカボタストつけてください。でチューニングはレギュラーで OK です。で今回僕ナイロン弦のギター弾いてますけれども、普通のフォークギター、鉄弦のねギターで弾いていただいても結構です。では曲の方解説していきたいと思います。まず左手で人差し指中指を使って5弦と4弦の2フレットを押さえてください。で5、4、3と弾きますね、弦をね。でそのまんま左手の人差し指一回離しちゃってください。で5弦から2弦まで一気に弾きます。でその後2弦だけもう一度弾きます。で次はまた人差し指と中指使うんですが、今度は5弦と3弦の2フレットで中指を一回離して3弦の開放を弾いた後、小指で4弦の4、ここを押さえます。で次6弦と3弦の開放になるんですけど、人差し指そのまんまでキープです。でそのまんままた1小節目と一緒ですね、中指で4弦の4フレットを押さえてください。でその次の小節も一緒です。で次は2弦の1フレットを押さえて5、3、2、1弦を弾きます。で次また1弦だけ弾きます。そして今度は4弦と1弦の開放を弾くので、一旦左手一瞬ですがフリーになって、2弦の3フレット薬指、そして2弦の1フレットを人差し指で弾きます。でその次ちょっと難しいと感じられる方おられると思うんですが、薬指と小指です。今度はね、6弦と2弦の3フレットを押さえて弾きます。で4弦3弦となります。で次は4弦と、3弦の開放なので、左手また一瞬フリーになります。そして2弦の開放を弾いた後、2弦の3フレットを中指で押さえます。で次は薬指と人差し指ですね。で5弦の4と1弦の2を押さえます。で3弦と2弦の開放も同時に弾きます。そしてもう一度1弦だけを弾いて、今度は人差し指余ってますよね、この時ね、これを6弦の2にめがけて言っておくんですね。でそのまま人差し指と薬指で6弦の2と2弦の3ですね、押さえて、で中指で2弦の2いったらまた薬指で2弦の3に戻ります。で今度は人差し指で5弦の2隣ですねに移動して2弦と1弦の開放を弾きます。で薬指で2弦の3で中指で2弦の2と5弦の開放、そしたら今度また2弦だけ弾きます。で次の小節いくと、薬指と中指ですね、今度は6弦の3と3弦の2を押さえます。で中指で押さえてる3弦の2フレットを一回離して、もう一度2フレットを押さえます。今度また人差し指フリーになってますので、これで6弦の2フレットを押さえて2弦の開放と同時にいく。そうすると今度薬指と中指、これが余ってますから3弦の2フレットと4弦の2フレットを押さえておいてピッキングします。で今度ちょっとね早いんですが、人差し指で隣の5弦の2フレット行くのと同時に薬指で4弦の4フレットこうなります。はい、皆さんついてこれてますでしょうか。はい、これで今16小節目まで終わりました。そしたらまた1小節目と同じ人差し指の中指で5弦と4弦の2フレット、4、3弦の開放を弾いて、また人差し指離します。この辺は一緒ですね、人差し指で。ここはちょっと変わります。リズムもちょっと難しいんですが、運指もちょっと難しいので頑張ってください。人差し指で4弦の4を押さえて、今度は小指で5弦の5です。こういう音になります。
でその後3弦の開放を弾いてこうなるんですね。薬指で6弦の3いって2弦の開放なので、ちょっとメロディーと、ベースが入り乱れる感じです。はい、で次は薬指で5弦の3押さえて、人差し指で2弦の1押さえます。もう一度1弦を弾きます。でさっきと同じようにもう一度、5弦と3弦2弦1弦を弾いて、今度この人差し指を1弦の2に持ってきます。そして余ってる小指で2弦の3を押さえて、人差し指で2弦の1、ここちょっと早いです。こうなります。で今度はこの余ってる2本ですね、中指で5弦の2を押さえて、小指で2弦の3、こういう風になります。で次また6弦と3弦の開放になりますから、一旦左手はフリーになります。ここら辺も一緒ですね、さっきと。中指で2弦の3を押さえて、薬指で5弦の4を押さえて、人差し指で1弦の2。でここからがちょっと難しいです、皆さん頑張ってください。この余ってる中指でまず6弦の2フレットいきます。そうすると今度は小指、薬指、人差し指余ってますよね、こいつらをフル活用して3212ですね。小指、薬指、人差し指、薬指ってなります。そしたら今度はこの、さっき押さえてた中指の6弦2フレットを5弦の2フレットにします。で1弦の開放と同時に弾きます。で小指で2弦の3フレット、今度は中指これを離して5弦の開放、中指、薬指、こうなりますね。で今度はまたこの薬指で、6弦の3フレットを押さえて2弦の開放と同時に弾くと。でこの余ってる中指ですね、で3弦の2、こうなります、3弦2弦3弦そしてこの中指を離して3弦の開放となります。で次注意したいんですけど、運指的に人差し指と薬指で6弦の2、4弦の4行きたくなると思うんですが、ここはねぐっとこらえてですね、この中指と小指で行ってください。そうすることによってこの中指で押さえてる6弦の2をキープしたまま、人差し指と小指で3弦の1、3弦の3といけます。はい、ここはちょっと難しいんですが、こういう風になります。そしたら今度は人差し指で5弦の2、そして薬指で4弦の4ですね。これが同じように3小節続いて、最後35小節目で5弦だけになります。はい、今度は2弦の開放を弾いた後、人差し指でまた2弦の1で離して2弦の開放、今度は中指で3弦の2フレットと4弦の開放を弾きます。で薬指で4弦の4で、今度はこの余ってる中指で6弦の3を押さえて、で人差し指で3弦の2で2弦の開放、今度はこの薬指そのまんまで4弦の開放と弾く。で次はもう一度2弦だけ弾いて、同じように人差し指で2弦の1押さえて4弦の開放と弾くと。でまた離す、今度中指で3弦の2離して、もう一度押さえて、また薬指で6弦の3、1回6弦の3、ここは開放なので4弦と3弦を弾くという感じですね。で次ちょっと難しいテクニック出てきます。ハンマリングとプリングですね、こんな感じになります。こうなります。この時人差し指で5弦の2を押さえておいて、ハンマリングプリングをやる指は中指です。でハンマリングはとにかくハンマリングの解説の動画も撮ってますけれども、この弦をグッと押さえるのではなくて、弦の向こう側のこの黒い板ですよね、指板をコンコンと鳴らすイメージです。そうするとね綺麗になります。でプリングはちょっとなんかこうかゆいなみたいな感じでポリポリと書くような感じ、そうすると綺麗になります。はい、ここは
慌てずにいってください。こうなります。でその後薬指で3弦の3弾いた後に2弦の解放を弾きます。こうなりますね。そしたら次はこの余ってる小指と人差し指で押さえてる5弦の2をそのまま隣に移して6弦の2と2弦の3で中指で2弦の2で離して解放で今度はこの余ってる薬指と中指で5弦の4と3弦の3を押さえてそのまんま余ってる人差し指で2弦の2ですね。で今度は人差し指と小指でこの6弦の2と4弦の4でもう一度小指で4弦の4で今度は人差し指と中指です。5弦の2と1弦の2こうなります。でもう一度2弦を弾いて今度は人差し指をまた隣6弦の2フレットに移して中指を離して1弦の解放そして薬指で2弦の3です。でまた薬指で今度は5弦の4を押さえます。で人差し指と小指で、6弦の2と4弦の4を合流します。こうなりますね。で今度は人差し指で5弦の2を押さえて小指で2弦の4フレットでそのままもう一度2弦を弾く。でまた同じように5弦と2弦を弾いてでこの1弦の解放弾くときにも小指離しちゃってください。で中指で1弦の2で薬指で1弦の3解放なので楽ですね。で中指で2弦の2押さえて5弦の解放でもう一回2弦を弾いて薬指で2弦の3いって1弦の解放ですね。で今度は中指で1弦の2を押さえて3弦の2を人差し指で押さえます。でもう一度3弦を弾く。で次60小節目は今度薬指で6弦の4を押さえて人差し指で2弦の2フレットを押さえます。でこの人差し指を使ってそのまま1個下がってまた戻ります。そしたら次は薬指で5弦の4を弾いて中指で2弦の3そして人差し指で2弦の2で人差し指で6弦の2を押さえて今度はこれ解放なので2弦の解放と一緒に弾いて今度は3弦の3フレットを薬指で押さえます。でまた離して今度中指で2弦の2で薬指で1弦の2で次は人差し指で5弦の3を押さえて小指で1弦の5です。で中指で1弦の3でそのまま中指を1フレット下げて1弦の2を弾いて離す。また人差し指と小指で2弦の4と今度は5弦の2ですね。すいません順番逆になりましたけどこうなります、はい、で今度は中指と人差し指と薬指を使って5弦の2、4弦の1、3弦の2です。これで B7 スということですけどこれを押さえます。これが2小節続いたらまたこれは今度ここからは17小節目と一緒ですね。なのでちょっとゆっくり、弾いていきますね。人差し指を離す。人差し指と中指、小指、人差し指、中指、入り乱れたところ。解放。ここ慌てない。一緒ですね。で次からちょっと変わります、また人差し指と中指で5弦の2と4弦の4フレットを押さえて一緒に弾いて今度この中指一旦離して3弦の2フレットこうなります。でまたここをフレーズ的には、さっきの小節と一緒なんですけれども小指と、中指ですね、中指と小指か、6弦の2と4弦の解放このフレーズですよね。またここは人差し指と薬人差し指で最後は小指が4弦じゃなくて3弦の4フレットに合流して
5弦から2弦まで一気に弾くというような感じになります。というわけでいかがだったでしょうか。本日は人生のメリーゴーランド、この曲を題材に高尾島の動画を進めてまいりました。ちょっとね非常に早かったので分かりづらかったかもしれないんですけれども、ぜひねスローとか一時停止をね、押していただきながら、見ていただけると嬉しいです。また分かんないことあったらコメントをいただけたらですね、ちょっとお時間かかるかもしれないんですけれども答えさせていただきたいと思います。なのでぜひぜひねコメントの方もよろしくお願いいたします。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。高尾和樹でした。ありがとうございました。